自民党が28日投開票の衆院さん、補欠選挙で島根一区を落とし、不先輩を含め全敗が確実になったことで、党内で岸田文雄首相、自民総裁では選挙の顔にならないとの声が強まりそうだ。とはいえ有力なポスト、岸田候補も不在で、岸田おろしの動きがすぐに本格化する気配は薄い。自民が過去一度も、 議席を失ったことのない島根一区で破れるという状況は派閥パーティー収入不記載事件による逆風の強さを再認識させた。しかし自民執行部の一人は28日、初めから厳しい戦いだとわかっていた。首相はやめろという話にはならないとの見通しを語った。内閣支持率が低迷する中、補選の結果を待つまでもなく、 6月23日までの今国会会期中の衆院解散を主張する政権幹部はいない複数の自民幹部や議員が解散しなくても総裁選の勝機はあるとの認識を首相や首相周辺に伝えている幹部の一人は岸田首相のほかにいないと語る首相に対抗する非主流派のキーパーソンは菅義偉前首相だ 前回総裁選で2位になった河野太郎デジタル賞を支援した。しかし派閥解消論者の勘氏は今、麻生派に所属し続ける河野氏に不満を持っていると、される。河野氏自身、政府のエネルギー関連会議の資料に、中国国営企業のロゴの透かしが入っていた問題で、失速した。監視周辺では、小泉進次郎元環境省、加藤勝信元勘長官らの名前が、 候補に浮上するが、具体的なな動きは見せていない。前回3位の高市早苗経済安全保障担当相も後ろ盾の安倍晋三元首相が死去し厳しくなった非主流派の有力議員は首相を引きずり下ろすような足の引っ張り合いは党全体にマイナスだ9月まで待って総裁選で堂々と戦えばいいと語る 解散は総裁選ごとの観測が強まる中、今動く必要はないとのムードが漂っている。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。政治資金規正法の改正までが、政治とカネの問題の決着ですから、今この瞬間に総裁を変える必要はないとの見立てです。きちんとこの問題を決着つけた上で、という岸田総裁の考えがありますし。 中途半端に総裁選をすれば、この政治と金の問題を引き継ぐ形になり、それこそ、新総裁の下でも、自民党支持が回復せずに厳しい結果となります。とにかく、今国会で、政治資金規正法の改正などの決着を、どうつけるかです。時効のみならず与野党協議においても、厳しい目が注がれている規制法改正に、どこまで踏み込めるかが、正念場です。 今国会後半で、規制法改正に加え、憲法改正の道筋を立てるような動きまでできるか、どうかが、補選後の総裁選への道の最初と言えるでしょう。ポスト、岸田の不在が、最大の理由である。これほど、自民党の支持率が低迷し、しかも、保守王国である、島根一区補選ですら、自民党公認候補が敗北するという異常事態に、 対して自民党内での危機感はそれほど高くないと言ってよい。そうした危機感のなさこそが問題であるということはできるのかもしれない。また、解散総選挙で勝利することがなくても、岸田首相の再選の可能性はある、とするのは結局は、岸田首相は自らの政権の延命しか考えていない、国民がどうなろうと知ったことではないというように、聞こえてならない。 岸田氏は首相就任時に国民の声を聞くことが得意と言っていたではないか国民の声を聞く機会として衆院選を活用せずに政権を維持するというのはいかがなものだろうか今回の結果が自民党の裏金事件が当然選挙のマイナス要因になったのは間違いないが何と言っても国民に直接影響する岸田政権で次から次へと打ち出された増税が 最大のマイナス要因だと思う円安による未増有の物価高の上一般的国民の所得は増加するどころか減少傾向にあるそのような状況でも岸田氏は増税を画策した岸田氏の口からは物価高以上の賃上げを実現すると何度も聞いたが何の根拠もなく岸田総理の言葉は信頼に値しないとほとんどが感じていると思う 自民党が岸田おろしさえできないということは政権能力がないということだ。高度成長期、バブル期の頃の自民党の政治家は、功罪はあるが、まだ国民の生活向上へ尽力した。しかし、今の自民党は政権の座に小座を書いて、国民のことより利権ばかりを追求しているではないか。国民から私腹を肥やすのが自民党だと思われたら、 もう政権交代しかないだろう政治資金規正法議論の半ばということもあるだろうけど裏金処分を名目に尻尾切りと対抗派閥を潰しをしたから党内に余力ある議員がいないのでしょうね国民の意見をバカにしたつけは次の岸田交番で乗り越えるつもりに見えますそれもなんちゃって隕石でしかないでしょう志のある若手議員には この現状をを打破できる力をつけてて頑張っほしいいと思います自民党が島根一区での敗北を喫したことは単なる選挙の失敗以上の意味を持つこの地区での敗北が初めてという事実は党内のリーダーシップと組織力の衰退をにおじずに示しているさらに党内に岸田文雄首相の有力な後継者が見当たらない現状は 党の深刻な人材不足を露呈している。これは単に指導者層の問題ではなく、党としての将来性に対する深刻な疑問符を投げかける。そして、有力候補が不在の中での岸田おろしの動きの鈍さは、自民党が混迷を極める内部状況を物語っている。このような状況が続けば、自民党の政治的地位も、 また有権者に疑問視されることになるだろう岸田総理の政策により日本の GDP は着実に成長し失業率は歴史的な低水準にまで下がり賃上げも同時に成功しましたまた企業への支援策や消費税の引き上げ延期など彼の柔軟な政策が景気回復を後押ししましたさらに 彼の外交政策も卓越しています日本はアジア太平洋地域でのリーダーシップを確立し自由貿易協定の推進や地域安全保障の強化を実現また災害時の迅速な対応も地震の被害を受けた地域に対する即座の支援や復旧作業の指示により国民の安全を確保しました岸田総理なしでは これらの具体的な成果を達成することは不可能であり日本の未来に暗い影を投げかけるでしょう政治資金という対象コストに政治家の人数も組み込んでもらいたい自民党だけでなく与野党を含めて無駄な政治資金が発生している根本は多すぎる政治家だと思う暇だから欲が出たとかパワハラだとか贈収賄とかやってしまう もっと正直で尊敬される人格者こそ、日本の国会議員となってもらいたい。一方で、地域の政治活動を密に活発にするため、市議会議員や町村会議員は増えてもいいのではもちろん、一人当たりの給料は減らした方がいい。政治家やメディアだけではなく、国民まで、政治とは政治家のスキャンダルを暴くことと開票速報だと思い込んでいます。 政治を実生活とは結びつかない人事とか娯楽のように捉えているということです。しかし、世の中全体がそんなノリで長年経過した今、生活は将来を見据えても安心がありますでしょうか。少なくとも有権者はその権利をしっかりと行使し、メディアを通して楽しむだけではなく参加すべきです。そのために何をしたのか。 何をするというのかその投票先についての興味を持ち続けるべきです。それができなければ民主主義というシステムが成立しません。それどころか、いつぞや国民から納められた莫大な税金を好きにさせるという事態に陥ります。それが今です。有力な候補がいないという記事の書き方がいけない。 問題はこの逆風が吹き荒れる今をやり過ごそうとしている自民党議員の気概のなさが問題である。問題点、原因、対策もほぼ分かりきっているにもかかわらず本気で変えようとする意思がないことがダメだと思う。このことを忘れることなく変え続ける意思を政治家に行動で示すことが私たち国民にとっては大切である。先制政治に比べ民主主義では 結果がが出るるまでには時間がかかるそのことを理解して誰のせいにもせずより良い未来を自分たちで手に入れる楽しみを見出すことが民主主義の一番の利点ではないだろうか。